はい、皆さんこんばんは、あらたです。新桜大戦実況始めていきたいと思います。久々ですね、桜大戦やるの。最近ずっと仁王に浮気してましたからね。誰だっけこの人、カオルか。あ、3対3ね。3対3、選抜した3、誰が出るんだろう。最後まで決着をつけろという。こっちで決められんのかな。3人って、しかも上海歌劇団3人もいなかった気がするけど。一番選手は神山さんということになりますね。うんうん。ということはあと2人か。選手を選んだら私に声をかけてください。私の方で登録手続きをします。はい。あ、じゃあなんかやっぱ選べるのか。勝利するための出撃選手、誰を選ぶべきか。これは難問だぞ。胸の大きい2人にしようかな。そしたら花組歌劇団対戦に出撃せよ。うん、出場選手法。君は出なくていいよ。私に任せてください。いや、いい選手にするか。いい、さくらはいい、やめておく。君はいい。いや、違う人。まあこの子も、この子なんていうんだろう。いつでも準備万端、任せて。ああ、なんか浅見選手の一応やる気はあるんだね。君はやりませんと。いや、あれ、カメラがあんまり動かないな。下のアングルできないのか。これあざみちゃん下からパンツ見えますよね、多分これ。まあクラリスは多分中くらいの胸だからですか。覚悟はできている。クラリスをせ、君にはしない。いや、胸の2番目に大きい君かな。私の、よし、お前だ。お前に決定。よっしゃ、ハツホちゃんに任せとけ。うん、なんかハツホ頼りになるな。いいな。私を、あとは君だ。本当にいいの？お前しかいないわ。選手にするか。何カップあるんだお前、本当に。わかったわ。全力を尽くしましょう。よし、決まったぜ。誰、あれ、どこどこ。あ、いた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 。2番選手に篠宮初穂さん。よし、大きい。3番選手にアナスタシア・パルマさん。うん、でっかい。なんでそうみんなポーズ取るんだ、わけがわからんぞ。戦いに行くんだよ。はい、行きます。では神山隊長を加え3名で選手登録をします。すっかりもう仁王の操作に慣れちゃって。よろしくお願いします。できるかな。いよいよ、何が何ボタンだか全く覚えてないですからね。神山くん、出撃命令を。はい、いつも通りの。今回出撃する隊員はわけわからん選択肢ないかな。出撃する隊員はその力で、待機する隊員はその思いで戦ってくれ。うん。戦うのは3名だが、全員の絆で勝つぞ。あったりめえよ。私たちは6人で花組ですから、戦いも応援も手は抜かない。思いは一つ。あさみちゃん応援とか全然しなそうだ。それが花組の力よ。私たちの絆で奇跡を見せてやりましょう。最近入ったアナスタシアが花組飾ってるけど、いいのかこれ。まあこれは一番上にして出撃せよですね。帝国歌劇団花組出撃せよ。了解了解了解お了解了解。なんか好感度上がってますね。うん、これ好感度上がらないとできない必殺技、最終的に打てるようになるんだろうか、不安ですね。ハツホちゃん、全力だぜ。おお。戦場の主役はこの私。アナスタシア、遊んだことないけど大丈夫かな。帝国歌劇団参上。かっけー、強そう。上海は雑魚でしょ。なんか、さくらに復讐させた方が良かった。まあいいや。ゆい、かっけえ。まあどうでもいいや、マジで。シャオさんね。上海歌劇団
参上。なんか面白いな。上海歌劇団対戦第1回戦は上海歌劇団と変な格好してたもんな。新生帝国歌劇団の戦いです。もうステージが広い。帝国歌劇団に勝ち目はあるのか。勝ち目はあるのかじゃねえわ。勝ち目しかねえわ。何言ってんの。説明をいたしましょう。ルール何も分かんないから教えて。全3回戦のうち先に2勝した歌劇団の勝利。ほうほう。敵を倒すことで敵を倒すことで画面上部のゲージが増えてきます。ん？ちょっと待って。ちょっと何言ってるか分かんねえや。とりあえず、ああ、なるほど。できるだけ多くの敵を倒せ。ありがとう、神山さん。これで分かったわ。はい。ただ、倒し方や敵を選んで戦う必要があるので、注意してください。なるほど。もう操作がおぼつかないからどうしようかな。上海歌劇団、戦いの幕開けだ。竜の力を見せてやれ。帝国歌劇団出撃。倒すぞ上海の竜を。うん、まあ余裕でしょ。さあ上海歌劇団解散させろ。よろしいでしょうか。上海歌劇団対帝国歌劇団、いよいよ試合開始です。はーい。どうするんだこれ。あー、神山さん、これ操作どうやんだっけ。丸で丸と三角。あ、なるほど。ジャスト回避は R1 か。技術の進歩はすごい。いや、ね、俺大丈夫か。俺本物じゃないからといって油断するな。いつも通り全力で戦うんだ。ジャスト回避、こんだけ敵が多ければなんか適当に回避してれば回避していれば。見事やで神。うん、あ、はいはいはい。敵をロックする機能がないのがちょっとあれですね。あと10秒か。まあ勝てるでしょう。はい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 。第2セットも勝ちましたね。上海弱すぎた。いや、ちょっとね、勝負が単調すぎたのでカットすると思います、おそらくね。これは驚きました。帝国歌劇団、予想を裏切る大健闘。そういえばアナスタシアの必殺技とか出すの忘れてた。本当に勝ったのか。いや、上海歌劇団弱すぎたよ。おい、私たちが勝ったんだ。やったわね、キャプテン。私たちの勝利よ。なんかちょっと息切れてるやっぱり。シャオロン、君ら関西だ、解散だからね、本当に。上海歌劇団が僕らの傘下になるわけだからね。てか、バトル中あんまりなんかしてたかな、この人たち。なんで帝国歌劇団がこんなに。めっちゃ可愛い。そうだ、俺たちはまだ歩き始めたばかりだ。いや、単に本当に弱いんですよ、君らが。自分の歌劇団を大切に思う気持ちは誰にも、君たちにも負けない。うるさい、うるさい。しんちゃん結構熱くなるタイプなんだね。私たちは負けない。負けるのはそっちだ。その闘志見事。私は上海歌劇団の思いに応えたい。思いに応える。どういうことだ。何がしたいんですか、プレジデントじいさん。立っている者がいる限り戦いは終わらない。実戦とはそういうこと。やらせてくれんのね。過激団の直接対決を。あ、よかったよかった。それが私の手。そうそう、それ最初からやろうよ。もう何を言い出すんだ。上海過激団と戦うだと。いや、もう神山さんもうすでに一回やってんだからいいじゃん。プレジデント G の驚くべき決定ですが、確かにこのまま終わるには惜しい勝負です。誰もが見たかった直接対決。上海歌劇団と帝国歌劇団、どちらが強いのか。いや、うちでしょう。相手を全て倒した者が勝利。この実況でも帝国歌劇団のことを過小評価してるんだったな、確か。絶対許さん。どんどんどんよし、2人とも行け。
いた、な、ちょ、おい、な、なんだ今の、おい、この野郎。え、な、な、何してんのこの人たち。ちょっと待って、何してる。これ何、ゆいちゃん。まずゆいちゃんを殺すかな。え、だからな、何、うわ、な、な、ちょっと待って、この勝負おかしい、この勝負おかしい。いや、いやいや、いや、なにこれ。あ、上海のこの名前ないやつをやるかな。名前ないやつをいじめ、いや、いって、な、な、なにこれ。はい、何が起こってるんだ。まずこのモブをやる。いた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 、な、何これ、どんな攻撃を。じゃあ次ユイちゃんを破壊します。何これ動き、ちょっと見てるよ、見てるよ。あ、お、ハソちゃん、な、何やってんだよ。ユイちゃんがどういう動きするか見たかったんだよ。この人死んでるな。はい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 、かっこいいね。行くよ、行くよっていうか、え、ちょっと待ってって、今この子攻撃するところだったでしょ。え、これか。あれ、ゆいちゃんってもしかして起き上がりしなしか攻撃しないの。まあいいや、ちょっとこのゆいちゃんは殺しておいてお前何もしてねえだろ。じゃあちょっと、あ、アナスタシアやられそうだな。ちょっと遠くから観察しましょうか、シャオロン君をね。あ、シャオロン君はそういう攻撃するんだ。なんかいろいろ燃やしてるみたいですね。ゆいちゃん、ゆいちゃんどうした。ゆいちゃん落ち着け。そしたらちょっと必殺技打ってみましょう。必殺技どうやんだっけ、四角ボタンでいいんだっけ。ほい、はい、どうやんの、どうやんの。ああ、丸ボタンでいいね。リボルバーではないな。なんだあの銃、か、傘だったのね、傘だったのね。おー、あれ、ちょっとよく分かんなかった、地味だったな。あ、わわ、神山隊長、その体力回復取らんでよ。この動きの後何をするんだろう。あれ、もしかしてやられ待ちなの、シャオロン君。はい、終わり。俺たちが上海歌劇団が負ける、やばすぎですよ。あんまりバトルに重きを置いたゲームじゃないからいいのか。こんなの嘘だよ。身を並みに難しかったらすげえイラつくもんね。ということでしょう。いやー、弱かったな。なんで生きてたんだこいつら。歌劇団は立てません、動けません。実況いいね。歌劇団対戦初戦を制したのは帝国歌劇団です。もうこの青い人なんてもう中の人誰だか分かんないもんね。あ、これは試合会場かな。はい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 。どんなもんだい。うん、カツオかわいいね。勝った、勝ったんですよね、私たち。おお、信じられない。いきなりアニメ化した。私たちがシャオロンさんやユイさんに。もっと喜べよ。みんな頑張ったわね。あいつら解散だぞ。シャオロン。あ、解散組の方々だ。強くなったなお前ら。まさか俺たちが負けるとはよ。いや、強がってないでさ、もう。この子は付き合いたくないタイプだな。俺らの前で泣くなよ、わざわざ。私たちが上海もテートも守るはずだったのに、守りたかったのに、もう誰も守れない。ちゃんとこういう思いはあるんですね。涙を。やめろユイ。いや、君らいなくても。え、もうユイさん魂抜けてるけど大丈夫？みんな分かってる。でも
なんか悲しい話になっちゃった。ユイさん、辛いよね。さくらちゃん試合に参加してないからね。ユイさんの守りたかったものは私が守るから、ユイさんの思いはちゃんと私の中にあるから、だから一緒に守ろう、一緒に。なんだこれ、こういうゲームなんだこれ。ありがとう。いやでも君ら解散だからやることないから国に帰りなさいね。絶対に守ってね、絶対に優勝してね、うん、約束する、絶対に絶対に優勝してみせる。これさくらちゃん試合に出させなかったらどうなるんだろうな。こいつは絶対に負けられなくなったな。アニメでもでけえ胸だな。行くぞユイ。うん、もう国に帰りな。じゃあな、もう解散だからね、やることないから。上海歌劇団はなんだ、さくらちゃんの今の複雑な表情は。はい、これで上海歌劇団終了と。プレジデントさんは何考えてんだろうね。帝国歌劇団の中に高前の内通者がいるようだ。ミスターアイ。そうなの、君に頼めるかな。ミスターアイ、かしこまりました。プレジデント G、手段は選びませんが、よろしいですね。なんだ。おお、次回予告になった。お待たせ。やっとアザミの出番。本当にやっとだね。アザミは忍者としてはまだまだ。なんか銃持ってる、銃持ってる。何これ。そのせいで体調が。やっぱり。何やってんのか、宮間さん。守れないのかな。ん？次回。またわけわからん人が出てきた。画面の下。大正桜にロマンの嵐。今忍びでしょ、本物の。違うのか。はい、ということで、バトルパート終わりましたので、今回の動画はここまでということにします。次回はね、アドベンチャーパートからになりますので、まあ、そっちの方が多分面白いと思うからね、うん。それでは、ご視聴ありがとうございました。